1995年にここで誘拐事件がありましたよね。誘拐犯だ。あの事件の犯人の娘がこの春東西新聞に入社するんです。この記事は事実か。いいんでしょうか、私みたいな誘拐犯の娘が来ても。その事件をもう一度洗い直そうと思っています。もし仮に共犯者がいたとしたら、つくも以外に犯人がいるってことですか。キングの身代金、赤ん坊を預かっている。現金で1億円用意しろ。やっぱおかしいよ、先輩何も悪いことしてないのに。あなたたちには人の心がないの。私が本当のこと言ってたら何か変わってた。今さら何も出てきやしない。あなた、手塚夏生ちゃんを誘拐したのが誰だか知っていますね。陰りゆく夏、1月18日スタート。